どうもカッパ延長ですちょっと前までまあまあ調子戻ってたのになんかまた元に戻っちゃって声が枯れてきましたねなんか今年っていうか去年ぐらいからもうずっとこんなこと続けてますよね何なんだろう医者もいくつか変えてるんですけどねなんだかなパリッとしないですねもうほんと申し訳ないんですけども えーとね今日もまあ選挙の話を中心に見ていくんですけどなんかもう動物園みたいですよね動物園に失礼か、ね、なんかこう手挙げたの手出したのお前が先だいやお前が先だみたいなのをやってるんですよなんだなーって思うんですけどもいや選挙でねあの盛り上がるのはいいんですよ別に。 でもなんその、そういうんじゃないじゃん当たり前ですけどなんかあれだね日本社会全体のこの程度が低いというかうん、いや、確かにね選挙妨害はだめですよ、ね、やっちゃいけないことを、ね、やり始めたのはあいつらですよ、翼の父さんですよね。 うん、なんかまあこのあと見ていきますけどあの人なんかどうやら、ね、この選挙妨害ビジネスみたいなこと企んでるらしくて、ね、なんかあのもうもう最近自分で車運転しなくなっちゃったからもうあの今どうなのか分かんないですけど昔、昭和の頃ってさ、ねまあ、19、20、歳ぐらいでこう免許取るじゃないですかでこの車のさこの鉱石にこのスモークフィルム貼るでもこのフィルムのこのなんていうのこのののてう暗さっていうかこの透過度みたいな。 ね、ここまでは合法だけどこれ以上はダメよみたいなあとこのドライバー側のこの前の方にこの貼るのはダメよみたいななんかあれはあれでこのルールが確かあったと思うけど今ってどうなんですかね同行法は変わらないですかねその辺。でねこのまあいいやそれは後で話しましょうか <laughs> じゃあえっ、ー、とね最初の最初のお話がまあなんかこの 小池都知事のところ、おっけさんの話がありの、えー、日本保守党さんの、まあ、候補者とかこの代表の百田さんの話、直接じゃなくて、まあ、それぞれの,、うん、この翼の党さんと日本保守党さんのそれぞれの,この支持者同士があ揉めたっていうかね、なんか取っ組み合いみたいな、この殴られたみたいな、殴ったの殴られたのみたいな、何をやってるんですかね。 <laughs> まあだから、あれですよ、もうそんなビジネスなんて、ね、ひっかき回して、ね、選挙妨害して、選挙にこの集中させないみたいな、あわよくはなんかそういうこの、ね、選挙を選挙と言えなくさせちゃって、この投票自体を、ね、このなんか、有権者の,この選挙に対する取り組み、熱意をこの下げる。 ね、そういう目的もあるんじゃないのかなって。ね、だから、要はこの、頼った連中が、ね、一定数この、うん、票を取るために。だって、日本の有権者、我々日本人にとっては、ね、日本のために考えて行動して仕事して結果つけてくる人が、ね、右だろうが左だろうが、保守だろうが、リベラルだろうが、中道だろうが、ね、どっち向いてもそういう人だらけじゃなきゃ本来はおかしいのに、今、逆じゃないですか。 だその状態をキープするためには、やっぱり投票率ってあんま上がってもらいたくないんですよね、あいつらにとっては。うん、ね、できれば選挙だるいわみたいな感じで、日本人がなんかぬるま湯に使ったというか、お花畑というか、ね、すっとこいな感じで、ね、だらだらやっててくれた方が、あいつらにとっては都合がいいわけですよ。ね、政治とか、ね、日本社会がとか、そういうのに一人一人が、うん なんかこの向き合ってもらっちゃ困るんですよ、あいつらにとっては当たり前ですけどだそれを元に戻したいんですよね、やっぱり、うん、だからこそやっぱりこのなんか選挙が選挙でなくなるような、うん、どこの誰っていうのは関係なくこんなことやるなよ、本当、アホみてえにまあ先に仕掛けてきたやつら、そうだからあいつらにしてみれば、ね、してやったりだろうね。うん だからどんだけこの不愉快だろうが、まあ、実際、このね気持ちは分かるんですよ、うん、真剣であればあるほど、だからこの選挙スタッフもそうだし、そうじゃなくてこの支持している人たちも、ね、本気で取り組んでいる人ほど、ああちょけたことやられると、かちんってくるのはすげえ分かるんですけど、ね、僕も分かんないですよ、もしかしたらこんなこと言っておきながら、逆の立場だったら、いざ現場にいたらね、が、ね、いーんってなんか手出ちゃうかも分かんない、もしかしたら。 うん、それでもやっぱりね、あのー、手あげたら、もちろん,なんか殴られるようなことしてるんですよ、ね、翼の党の、これなんかオレンジの,このポテチ T シャツ着てる人は、なんか選挙スタッフというふうに書かれてるけどね、ねまたなんかあの、保守党さんの,この事務所に突撃してきたらしいんですよ、うん、懲りねえなとか、懲りねえとか、わざとや、だからそう、だからこビジネスでやってるんですよね。 そうだから妨害が目的でね選挙じゃなくて選挙妨害っていうこのそれをなりわいにしてだから、請け負ってそうだから、ある意味この正体をさらしているようなもんですよね。候補者、あるいはそのスタッフ取り巻きっていう立場を利用してねまあ誰の指示でっていうかねまあ立憲、共産、社民、令和 <laughs> ね一応、名前がついたの令和っていうふうに言われてましたけどね、う。ん まあ仮にじゃあ、そこだとして、ね、そこからなんか指示飛んで、あるいは契約交わして、うん、じゃあ、いくらでここまでやりますよみたいな。うん、でそれをなんか流行らすっつって,言ってましたから。<laughs> うん、だからもう、立候補した、ね、立候補もなんか,そうだから結局、立候補するのに金かかるじゃん。ただじゃないですからね。当たり前ですけど。だからそれも、あれじゃないの。代金にあの含まれてるんじゃないの。契約金に含まれてるんじゃない。 うんね、何候補者何人立てて、ね、どことどことどことどこで、ねうん、ターゲットはここで、ねうん、で何人人配置して、ね、これぐらいの人数だったら、これぐらいのなんか取り巻きの連中もこれぐらい必要で、ね、どれぐらいやりますって、結構がっつりや,るやれって言われれば、がっつりやれますよって、それこそ選挙事務所に突撃とかまでやったら、ちょっと料金かかっちゃうんですけどねって、こっちもあれなんでって。 <laughs> どういう交渉か知らないけどさなんか昭和ヤくざのなんかあの地上げみたいなノリなんだろうなうん、なんかほらそういうやつらいたじゃん昔はである意味そういう人たちもなんだろうな必要、まあ、今なんかねたらればで言ってもしょうがないけどさ なんかこういうふざけたやからさ、ねうん、なんかでかい声でわめき散らしながら生き散,散らかせるような,なんかそういうこの幅ができちゃうそういうなんか隙間じゃないけどさもともとそこにいたような人たちがあのどけられちゃったからなんかポッて出てきた半グレみたいなやつがさ、ねうん、ビジネスヤクザみたいなのも昔ちょっと昔流行ったじゃん、うん、だらそだらいらないよね はっっきり言ってこんなのは、うん、なんとかしてこれ、本当、ね、国会でなんかもう、ね、検討するみたいな、検討するっていうときはもうやらないんだけどね、この文君たちはね、うん。ね、てめえたちは今回はかんあんま関係ねえからっ,つってねって、うん、やる気ねえみたいだけど、<laughs> むしろなんかここで、あれですよね、保守党さんがなんか、まあ、どうなるか知らないですけど、うん、なんかしめしめと。ねえ、うん なんかもう絡め取られちゃって引きずり下ろされちゃって、ね、あの思ったようなこの結果が出なかったとしたら、ね、あやっぱこのビジネスいけるわみたいな感じになっちゃうかもしれないよね。なんとかして潰さないといけないと思うんだけどなとにかくなんかねやっぱ暴力は暴力ですよ、ねで。こいつらもやっぱ頭おかしいし、うんね、騒いで、ね、この妨害して、ね、妨害してなんぼ。うん でそのなんかどこまでだっていうところもぎりぎりのラインを、ねうん、ちゃんとなんかこ確認して仕掛けてきてるらしいんだもう確信犯、立ち悪いよね、うん、なんとかしてこ,れこういうやからをこを排除できるようなルール作った方がいいよって思いますけどね選挙が選挙じゃなくなってるよだんだん、うん、はい、以上です。